アソギリ型巡視艇は、海上保安庁の巡視艇の選球。区分上は PC 型、交渉線形は30メートル型。本型は、初の量産型系合金製巡指定として昭和45年度から49年度計画で、建造された式波型の台船として建造された。なお、式波型は17隻という多数が建造されたため、他にもはや、波型や島切り型も、 大船として建造されている。PC-100 に室月海南救助のほか、領海警備や密輸取締り、航路紹介、海洋汚染監視など、様々な任務に充当される汎用船として計画されたことから、既存の30メートル型 PC である、村雲型よりも一回り大型の船型となった。村雲型が船体を含めて、全員アルミニウム合金製として軽量化を図って、 いたのに対し、本型では、船体は高張力構成とされた。ただし、重心効果のため、上部構造物はアルミニウム合金製とされている。航路紹介時の利便を図り、操舵室の全周に窓が設けられた。指揮官としては、ムツフリードリヒスハーフェンノブイ型16、気筒ディーゼルエンジンという点ではムラクモ型と同様で、あるが、線形の大型化もあり、 平成3年度計画で建造された特130トン型 PS と同じくより大出力のむつ 16V396TB94 が搭載された。推進機は固定ピッチプロペラである。領海警備を想定し、村雲型と同様、選手間板に 13mm 単装機銃を備えている。了解警備に当たる三隻は、上部構造物は白色。 船体は灰色の塗装であるが、航路紹介を主とする三番艇、裏月のみは、船体も白色塗装とされ、JCG のロゴと S 字章が描かれている。なお、1999年ののと、半島沖不審船事件では、なお月が不審船を追跡、捕捉し、64式 7.62mm 小銃で1050発に及ぶ威嚇射撃を実施したものの、 燃料不足のために途中で追尾を断念せざるを得なかった。巡視艇の鮮明は随時解明されることがある。ありがとうございます。